それじゃあよく見てるっすよ。今から私が究極のアルティメット飛行技を炸裂させるっす。あそこの高い木が見えるっすか？あれはこの浜辺で採れるグレートフルバナナっす。太くて長いだけじゃなく、すんごく硬いっす。グレートフルバナナの実は夏の恋より甘いっす。でも採れる数が限られるので、地元の人々はこの味を秘密にして外部には漏らさないようにしてきたっす。今から私の飛行機でグレートフルバナナをゲットしてみせるっす。そしてバナナオーシャンの素晴らしさを他の国にも。ジャイリスって誰っすか？まあとにかく見てるっすよ。ここから曲がるっす。いつものゲルマニオンファイヤーとは一味違うっす。その通りっす。バナナを刈り取るためだけに開発した新技、曲がりすぎでは。あ、僕の壁は熱かったっす。すんません、来た。まさかあのオンボロ小屋に人がいるなんて。決して仕事をサボっていたわけじゃないっす。子供たちに夢と希望を与えるため魔球の開発をしていたっす。
ましたスカ。私が考えたっす。せっかくだからみんなでベーサボールをやってみないっすか。それじゃあ簡単にルールを説明するっす。もちろんす。私の魔球がレッドジンジャーさんに通用すれば、子供たちの夢のドリームボールは完成されたということになるっす。ハイビスカスさんはレッドジンジャーさんのボールがあんまり遠くに飛んだら困るので、なるべく向こうの方で待機していてほしいっす。まあ打たせる気はないっすけど、じゃあそろそろ始めるっすよ。この日のために磨き上げた闘魂ボール、うなるっす。魔球紅生姜ブレイダー。
間で。トドロクス魔球焼きそばの負けボール。レッドジンジャー。